サリット・タナラットは、タイの軍人、政治家である。1959年から1963年に、かけて14代大首相を務めた。1947年以降、ピブーン政権下でその勢力を伸ばしたが、1957年2月26日に、行われた、総選挙の不正から、ピブーンと距離を置き始め、1957年と1958年に、 クーデターを実施し権力を奪取した。反対者や犯罪者に苛烈な刑罰を課したことで知られる反面、経済成長の基盤整備を成した。カンボジア王朝年代記の翻訳で著名なルアン、ルアンデートアナン少佐の2番目の息子。母はラオス系。バンコク出身で4歳から小学校入学の7歳まで、母方の実家のあるムックダーハーン県で過ごした。 初等教育を受けた後、1919年に、バンコクのマット・マハナパアラーム公立学校入学。王立陸軍士官学校入学。1928年に、卒業、士官候補生として、この F 表第一大大夫。翌年4月1日、この F 表、第二大大夫、勝利任官1933年10月、ボーアオラデート新能がクーデターを起こすと、 鎮圧部隊の一指揮官として参加。この功績により鎮圧後注意。2年後には、大尉と昇進を果たす。第二次世界大戦では1942年5月10日に、編成されたパイアップ軍の第二師団第19、不評連隊第33、不評大隊大隊長として、イギリス領ビルマのシャン州に侵攻し、終戦まで同地に駐屯する。1945年4月1日、 大佐に昇進、ラムパー案件の第十三不評連隊連隊長。この頃、戦争犯罪人法により投獄された、ピブーン前首相はじめ、前政権や軍関係者は礼遇されていたが、サリットは首都の第一不評連隊長に栄転するなど力を温存できた。1947年11月8日、陸軍副司令官ピンチュンハワンらが中心となって、対空デタを起こし、 首相に、ピブンを復権させる。サリットもこのクーデターに参加したことで軍部での地位を獲得する。また、1949年には、応急反乱を鎮圧。これを機に、ピブン首相に徴用され、同年2月には、少々昇進と共に第一旅団長権第一、軍管区司令官、1950年6月に、欧米視察旅行に赴き、 同年中上昇進とともに第一師団長。1951年6月、海軍反乱を鎮圧した功績から陸軍大将。1952年、副司令官。その後もたびたび起こった反乱の鎮圧に力を振るい、結果として陸軍の国政に対する影響力を強めた。1954年6月23日、陸軍司令官。 翌年3月4日、海軍及び空軍大将、1956年1月11日に陸軍減帥任官。1950年代初頭、ピブーン政権は度重なる不祥事で民衆からの支持を失いつつあった。これは、サリットのクーデターによる権力掌握への道を開いた。1955年の政党法案の可決により、 25を超える政党が急増した。政府の立法委員会は、ピブンヒキイール、セリマナンカシラ島に改組され、サリットが副党首、警察庁官パオシーアーノンが事務総長を務めた。サリットは選挙プロセスで重要な役割を果たさず、一般的にパオを任命した。パオはピン、チュンハワンとともに、総イラーチャクルーと呼ばれる派閥を形成しており、 自身の警察権力で麻薬取り締まりを建前に大掛かりな編、麻薬取引を行って資金源とするとともに政治的影響力を利用して万国銀行やユッタヤー銀行の経営陣に副診の人間を送り込み支柱に収めるなど活動を経済圏にまで広げた。一方のサリット派はサリットの家の名前を取ってバーン・シーサオと呼ばれ政治資金源は 宝くじ局の資金を流用し、また、アジア銀行や、バンコクユニオン銀行、ファースト、バンコク式銀行の役員に、弟のトーン・ドゥン、元側近のバンチュート・チョン・タラウィ・チャーン・ラ・副進の人間を迎え入れさせた。また、1951年には、アジア銀行役員に就任している。1957年2月26日に行われた総選挙では、セリマ・ナンカシラ党は、 民主党を破ったが、民主党は、同義的な勝利を収めたと見られていた。民主党とマスコミは、政府が票を取り締まり、また、アンタファンと呼ばれる若者不良集団を使って、候補者と有権者の両方を恐怖に陥れたと、非難した。国民の不満を抑えるために、ピブーンは、非常事態を宣言し、サリットは1957年2月19日、 対王国軍最高司令部設立とともに、初代陸海空軍最高司令官に任命された。しかし、サリットは、1957年の選挙について、コメントを求められると、汚れていた、最も汚れていた。誰もが騙された。と非難する発言をし、事実上、腐敗したセリマナンカシラ等から決別した。この発言は、世論の指示を受けた。 1957年イーサーンで最悪の干ばつが発生した。バンコクへは東北からの大規模な移住者が押し寄せ、社会問題につながった。政府はこのディアスポラを自然なこととみなし、農民の不満を中和できると述べた。農務大臣のピン・チュンハワンは、都市への北東部の移住も、彼らがカエルやトカゲを食していることもよくあることであり、心配することは何もないと述べた。 しかし、バンコクのフワランポーン駅には、毎日多くの難民が到着しているため、学生や修道士は緊急支援ステーションを設置する必要があった。8月10日、新しく副農省に就任したチャルームキアット、ワッタナンクーン空軍元水が、ヘリコプターでイ、e、ーサーン地域の調査に派遣されたが、失敗した。同じく航空による2回目の調査が公開され、 土地のすべては満足な状態にあり、イーサーンに危機はなかったと再提示された。この問題を解決するための最後の試みとして、ピブン政府は5300万バーツを割り当てた。これは、イーサーンの53人の代表者の間で均等に分割された。政府のイーサーン危機へのずさんな対応への批判が冷めやらぬ中、その精錬性が再び問われる事件が起こった。 ターク県のピン川に高さ154メートルのプーミポンダムを建設するべく、大政府は6600万米ドルの融資を受けた。このプロジェクトは6年かかり、完了後に費用を返済しなければならなかった。イーサーンの基金から間もないため、多くの議員は融資に反対したものの、ダムが国王の名を冠していたことからダム計画を否決するわけにはいかなかった。しかし、 王室林野局局長の TM ホームリットが更迭された。上、管理の無能さで告発された時、事態はさらにエスカレートした。告発に激怒した TM は、本当の罷免理由を報道機関に暴露した。それによれば、大政府の数人の有力な人物が、民間の林業業者を、経営統合、官営化させることで、地育材の製造を管理下に置くため、 大林山校舎を設立したいと述べた。このプロジェクトを率いたピン・チュンハワンは、企業が共謀を拒否した場合、すべての林業ライセンスを一時停止したかった。林山校舎を設立する計画には、プーミポンダムプロジェクトが関係していた。林山校舎のメンバーは、ダムが浸水する地域の木材伐採を独占したかったからだった。TM はさらに、 セリマなんかシラ島がこの地域の樹木を伐採する許可の早期申請を提出したことを明らかにした。TM によれば、この申請を拒否したことが解雇の原因だった。1957年8月14日、パオ、サリット両者の権力被害を有料したピブーンは、管理軍人商業関与金指令を発令した。サリットは10日に就任した。 国防大臣をわずか10日で辞任するなど、一切の感触を退いた後、9月5日には、セリマなんかしらとを離党すると、副国防省、タノームキッティカ長ン中将副内省プラパートチャール・サキアン少将も相次いで辞表を出し、その他にも、軍人議員が次々と離党した。1957年9月13日、 サリットは離島者ら58人の陸軍将校によって署名された最後通告をピブーンに手渡した。最後通告はピブーン内閣の総辞職とパオの官職追放を要求する内容であったが、退けられた。大衆はサリットの最後通告を支持していた。9月15日、ピブーン政権への抗議集会が開かれた。すぐに、 数が増えた群衆は、軍隊の要求への指示を示すために、サリットの邸宅に行進した。サリットは不在だったため、群衆は政府の敷地内に侵入し、政府を非難するスピーチを行った。デモ隊は後に、サリットの邸宅に戻ると、サリットは待ち構えており、サリットは、軍と第二主議員の名において、民衆の意志と人々の利益に基づいて、活動を行った。 諸君がここに来ることは継続するための精神的な励みである。との演説を行った。16日にも、ピブーンとサリットの間で交渉が実施されたが、あくまで総辞職を求めるサリットに対し、ピブーンは内閣改造以上の歩み寄りをしなかった。1957年9月17日にクーデターを実施。ピブーン首相とパオシーヤーノン内務大臣を追放、国王より、 軍側首都維持責任者に任せられた。一時的に、ポットサーラ新遂で自身の配下である都の無中状が首相に就任し、その間に1958年頭より英国で病気療養に行っていたが、再度総選挙の不正を口実に帰国後、10月20日クーデターを実施。陸海空軍、警察の代表者を募って革命評議会を組織すると、午後9時に、 革命の声明を発表した。革命協議会は、クーデターの理由を共産主義の台頭、憲法の与える権利が、利己主義を助長させていることであるとした。これは、自身の腹心の人間で構成された内閣の、打倒ではなく、第一主議員の権限拡大の阻止、軍部による行政掌握の永続化が目的であった。そして全国に、戒厳令を施行し、国会及び、 政党の解散、進歩的知識人逮捕、集会結社の禁止等の措置を取った。その後3ヶ月間、立法、行政を独占した、無憲法状態が続く。翌1959年1月末、暫定憲法を制定するとともに2月、革命評議会を解散させ内閣制に移行、自ら首相に就任した。暫定憲法において首相は緊急事態に、 暴圧し粛制する権限など行政権が拡大されており、議員は全員指名制であった。サリットは、名実ともに独裁者となった。ピブーンがフランス留学帰りということもあって、同じ独裁者でありながら、議会制民主主義に一定の理解を持っていたのに対し、サリットは、タイの現在の国情に、議会制民主主義はそぐわないと考えていた。そのため、 国王から全権を得た自分が官僚機構や軍を通じて国民を指導するという政治姿勢を死ぬまで取り続けた。政治的には反響で通し共産主義者や反体制の言論人、分筆家を弾圧した。一方で国民の結束を目的として王室の政治利用を図り、国王もそれに従い、その結果現在見られるような国王への支持基盤が形成されることになった。 経済面では、アヘン栽培を禁止させ、日本や欧米から借款を取り付けるなどして高い経済成長を実現した。その一方で陸軍のコネを使って企業に多くの軍人、退役軍人を送り込むなど、今日に至る企業と軍部の癒着を作った、超本人であるという見方も存在する。また、サリットの独裁を象徴するものとして、物力2500に臨時憲法が、 その例として挙げられる。憲法はわずか20条しかなく、2ページほどの簡潔な内容である。憲法17条によると、首相は国の安定に努めるため、合法的にどんな対応措置を取ることもできる。この憲法17条に基づき、サリット首相は裁判の過程を通らず、殺人犯、レイプ犯、放火犯のような重犯罪者に対し、多くの公開者殺命令を出した。 また、当時社会を不安にさらした暴力団やあんたファンに対し、乾燥と呼ばれる残酷な投獄方法で用いた。刑罰はわずか一年の禁固刑であるが、身動きできないほどの強暗い部屋に閉じ込められ、食事と水は牢の外からかけられるという形であり、多くの死者を出した。当時流行の長い髪、派手な服も不良文化とみなされ、標的にされた。 ルンピニ庭園での毎週のダンスは禁止され、ロックンロール音楽は、政党から禁止された。このような残酷な独裁ぶりを裏腹に、戦後混乱した大社会の秩序が大きく回復させ、犯罪を減少させた。サリット時代に、火事は全く起きず、他の重犯罪も大きく減少した。さらに、農業から工業へ転換政策を進め、主管道路をはじめとする、 インフラストラクチャー整備や関連法令を整え、開発独裁を実施した。62年の新産業投資奨励法により、海外の直接投資が促進され、トヨタをはじめとする日系自動車メーカーもこの時代、初めてタイに工場を建設した。金融政策に関しては、ロンドン大学 LSE 降経済学部の歴代主席で卒業したプアイウンパーコーンを、 中央銀行総裁に登用し、タイの金融関連のインフラはこの時代において整備された。サリットはタイ人にとって最も厳しく残酷な独裁者である反面、混乱した社会秩序を回復させ、大きな経済成長の基盤整備に貢献した英雄でもある。後ほど民主化に成功したタイはこの時代における基盤を踏み台にし、1998年まで、 大きな経済成長を実現できたと言える。1963年12月8日、在任中に1940年代離患した、マラリアに由来する観光編で急死した。国王ラーマ9世は、追悼に宮中を21日間後に服すよう命じ、皇族ではないサリットの葬儀と1964年3月17日まで100日の、といを援助した。国王と、 政権国会議長の協議により、国軍最高司令官、タノーム・キッティカ長ンと、プラパート・チャール・サキアン・リク軍司令官に平和的に権力の異常が行われた。タノームとプラパートはそれぞれ首相、副首相権内務大臣となり、サリットの独裁的政治体制、反共新米路線を維持した。タノーム政権下でこのサリット型の政治スタイルは、共産党より転向した。 国会議員、プラサートサップスントンの協力のもと体系化され、大式民主主義と呼ばれることになる。死後、息子セタ・タナラット少佐とサリットの最後の妻・タンプイン、ビチトラ・タナラットとの間の相続戦で、合計1億ベドルを超える莫大内産が明らかになり、彼の評判は打撃を受けた。さらには、新宅会社、醸造所、51台の車、及び、 約30区画の土地を所有していること、その大部分を彼の愛人に与えていたことも分かった。大後の新聞は彼とベッドを共有したと主張する100人の女性の名前を発表し、国民に衝撃を与えた。生前の受賞記録は以下の通り、農業、共同組合奨励課にあり、林野の管理、伐採許可を担う部署、局長は口実する大林参考者の幹部、 委員会委員を兼ねる、軍人の議員を指す。ありがとうございます。